あ、バックで入れんな。さよなら、さよならって。はい、やるぞ。どうしようかな。このとこ逆逆来るからな。昨日、その前は負けごちで負けて、昨日は勝ちごちで負けて、で、今日普通だと負けごちにするけど、今日勝ちごちにしよう。あ、違う、ちょっと負けごちにするんだ。はい。負けた人ね。勝てばいいんですね。勝てばいい。なんかどうしようかな。ちょっと、まあいいや。いい？いいぞ。最初はグー、じゃんけん、ポッ！負けたよ。負け持ちだって。そうだよ。やったやられたよ。勝てばいいのねって言ってたよ、ちゃんと。コロッと忘れちゃった。あ、ちょっと待って、そらくんこっちにもつながってる。それごと脱いできゃいいんじゃないよ。何がいいですか？俺ね、何がいいかな。あれでいいや。春ママと一緒でいいや。春ママと一緒でいい。え、私まだ決まってない。同性愛だろ、ストレートだろ。昨日そうだ、昨日情報発信したから今日は午後に。マルちゃん元気？マル、うん、元気。家の中で老後を楽しんでる。あ、そう。もう何歳になった？14 10 15。もう腰も大丈夫。何もないけども、あれ1年間散歩も何もしてないから、もうヨタヨタね。あ、やっぱり少し歩いた方がいいんだよね。いや、歩かない。あれ、自分から歩かないの、うん、あ、そう。あれな、散歩、去年の5月ぐらいの散歩に行っても、うん、もうちょっと行ったらすぐ帰るって言う。あ、そう、うん、でも、まあ、あまり無理させない方がいいけどね、うん。で、そうこうしてて、で、家の中で何かしてるんですけどね、家の周りぐるぐるっと回る。それだけでも十分だよね。でもね、ガンでね、うん、アウトだって言われてた。あ、そうなの、うん。ところがね、1年経ったらね、元気でした。あのね、あのガンが小さくなってて、ね、すごいね。動物病院の先生もびっくりする、ね。そう。で、今元気。元気になってるけどね、こう、四つ足で歩いてるとひっくり返るんだ。犬って四つ足でもひっくり返るんだと思って。うん、やっぱ筋力が弱くなったんだね。そら何やってんだろう。何やってんの。本当にびっくりしちゃったんだけど。うん、そうなのね。やっぱり人間と一緒だよね。人間も歩かないと。家の周りね、ぐるぐると回ってね、うん、本当に家の周りぐるっと回って、おしっことうんちしたらひょいって入ってる。じゃあ長生きしそうだな。逆に長生きしそう。